南米最初の空中戦は1922年にパラグアイの内戦で戦われた。政府軍と反乱軍のそれぞれがヨーロッパの戦闘機を使い各国の空軍の退役パイロットが戦闘に参加し1922年9月5日から航空機同士の空中戦が戦われた。パラグアイでエウセビオ・アヤラが大統領に選ばれると元大統領エドゥアルド・シェレールを支持する各地の軍人 アドルフォ・カーイフ、ペドロ・メンドーサ、フランシスコ・ブリソエラらによる反乱が勃発した。第一次世界大戦における航空機の活躍が知られていたので、両軍は航空戦力を使おうとした。ブエノスアイレスに住むフランシスコ・カスマニックは、イギリス人、シドニー・スチュワートと共に、アームストロング・ホイットワース FK-8 を持参して、アイアラ大統領に協力を申し出て、 パラグアイ政府に受け入れられ、パラグアイ政府軍の最初の航空機となった。アルゼンチンに住む、元イタリアの退役パイロットニコラス B も、アンサルド SVA-5 を持ち込み、さらにアルゼンチンのパイロットたちが、スパド S-20、サムル S-1、SVA-5、SVA-10 で参加した。アスンシオン近くのカンポグランデに飛行機は集められ、 格納庫が作られ、司令部が作られ、航空隊が作られた。パラグアイ政府は、さらに第一次世界大戦の大役パイロット、カルロスデッパオーリ、コジモダミアーのリースと、パトリック・ハッセットを雇った。アンサルド s v a 後反乱軍も航空機を購入し、パイロットを雇い、少なくとも4機の SVA5 と2機の SVA10 を装備していた。年月日、 反乱軍の SVA-5 がソリターの政府軍のキャンプを空襲し、爆弾を投下した。8セットの SVA-5 が迎撃に飛び立ち、SVA-5 同士の空中戦が数分にわたって戦われた。南米で最初の空中戦となった。8セットは何度か射撃を行ったが、反乱軍機は離脱して、自軍の基地に戻った。翌日の8時半ごろ。 反乱軍の別の SVA-5 がソリターのキャンプを襲い、爆弾を落とし、機銃装作を行った。8セットは再び飛び立ち迎撃した。前日のパイロットと異なり、8セットの機に対して攻撃を加えたが、空中戦の技量に優れる8セット母有利な位置を占める手射撃し、敵機に多くの命中弾を与え、負傷したパイロットは損傷した機を、 森の中に不時着させた。デロース・サントス、トーマス、ラレボルシオンで1922、エディトリアルエル・レクター・エ a トモス・アイ・ワイ・ツー・アスンス・ヨン、1984から1985。ありがとうございます。